はい、大学ラボのまさきです。今日はですね、早稲田あるあるということで、小学部出身の僕と、現在政経に通われているね、サラさんをお招きして、ちょっと早稲田あるある言っていこうと思います。実際その内部生がどう思ってるのかっていうのをね、こう如実に表していきたいと思うんで、ぜひちょっと早稲田志望してる人は最後までご覧ください。1個目、早稲田が可愛いというところで、一般的な人のイメージで大学生で可愛いってなると青学とか慶応とかイメージすると思うんですけど、はい、早稲田可愛いですよね。可愛いです。ミスコンがない分目立ちにくいとは思うんですけど、キャンパス歩くと可愛い子がたくさんいて、それだけでモチベーション上がると思います男はね、そうですね上がると思いますね。で、逆にかっこいい人も結構いるなと思います。いるなって思います。外見もそうですし、あと中身も自分持っててすごいかっこいいなって思う人がたくさんいます。みんなちょっと画が強いですからね。そうですね、悪く言うとねなるほど。じゃあということで、1個目早稲田が可愛いということでした。次、2個目政治経済学部と教育学部の差がいろいろと激しいというところですね。代表的な例で言うと、キャンパスが全然違いますよね、はい、キャンパスじゃないわ、学部棟か。そうですね、政経の学部棟と教育の学部棟のその綺麗さみたいなのが全然違うんですけど、そうですね、最先端感とかね、違いますけど、具体的に言うとエレベーターがね、エスカレーターが政経を発達してますね、近未来的な感じでキャンパスがすごい綺麗です、ね、入った瞬間なんかもう、はい、わーっとなんかオフィスみたいな感じですね、はい、めっちゃテンション上がり、セブンも入ったりとか、ね、そうですね、いっぱいもいろいろあるんですけど、教育どう思いますか。教育はちょっとまず階段がきついっていうのと、少し古臭いというか政経と比べてしまうと、はーって入るときに思ってしまいます、どの授業で何回の授業だろうと階段で行かなきゃいけないし、はい、そうですね、1階はなんか最近変わった気するんですけど、なんか僕が入った6年前ぐらいとかだと、はい、椅子がね、海の家みたいな、白いなんかベンチみたいなやつだったんですよ、はい、政経はもう椅子って感じですか。そうですね、ちゃんとした椅子、テーブルみたいな感じ。なんか世間海の家かなのが広がってて、そこでなんか金の使い方の差を感じましたね、はい、あとなんか裏とかめっちゃ汚いし、なんか工事されてる感がある、はい、その柱とかめっちゃあるし、整形生がたまに教育学部のところでテストとかあると、みんななんか行きたくないなみたいな感じになってます。あとトイレ汚いし、教育のトイレ汚いですね、はい、僕入試の時悩ましたもん、これ早稲田かと思ってたまたまそこで受けたんですけど、この差が激しいってことですね。で、次、3つ目、早稲田ならではの授業があると、ユニークな授業があるということですね、はい、ユニークな授業ありました。政経の授業ではないんですけど、是枝監督とか有名な映画監督をお呼びして、映像の授業があるって聞いて、本当に受けたいなって思ってます、まだ受けてないです。なるほど、それ結構あれですか、毎年あるんだから。そうですね、でも人気すぎて抽選みたいな、はいはい、感じではあります。なるほど、毎年あるんです。すごいですね。小学部だと、起業家養成講座っていうのがあって、はい、そのメルカリの社長とか、その早稲田出身の起業家の方をお呼びして、どういう学生生活を送った方がいいよとか、どういうことやってきたんですかみたいなのを講義を聞けるっていうのがあるんです、はい、それもなんかめっちゃ面白いなと思いますし、でも経済でも今日と同じように起業的な授業はあって、実践的ですよね、授業が。面白いので言うと、カバディの授業ありますね。カバディ知らない。カバディって競技があるんですけど、スカリアという相撲の進化版みたいな競技があるんですけど、カバディの授業だったりするんで、なんかもう本当にいろいろね、勉強すると思えば勉強もできるし、楽しむための授業みたいなのもあったりするんで、それもいいところですね。次、4つ目、学祭がすごいというところですね。僕、早稲田祭の運営スタッフってやってたんで、その凄さみたいなの直に話してるんですけど、まず来場者数が一回コロナとかの関係で落ちてはいると思うんですけど、一時前まで18万人いたんですよ。2日で18万人ってどんぐらいかっていうと、1日9万人じゃないですか。ディズニーリゾートで7万人なんですよ、1日。すごいですね。ディズニーより多いですよ、その2日だけ早稲田にしたら、はい、でそのディズニーより狭いのにディズニーより多いから、もうごちゃごちゃなんですよねみたいな感じで。なんかどうですか、学祭って参加しました？参加しました。どんな感じでした？すごい人通りで、準備も忙しくて、食べる暇もないっていうぐらい動いてましたね。確かに、そのいろんなイベントもあって、早稲田王って今あるんかわかんないんですけど、ありました？早稲田王。早稲田王ありました。あったんですね。早稲田の王を決めるんですけど、どういうことするかっていうと、虫食べるの早い人が勝ちとか、蛇先に捕まえるとか、なんかそういうのがあって、で最後にその勝った人が学習っていう、なんか演説みたいなのするんですよね。それめっちゃ感動するんで、もういろんな大の学習あるんで、早稲田王とかって調べてみてもらえると、なんかすごい面白いなっていうのが出てくると思います。次、もうこれよく言われるんですけど、早稲田飯が豊富だよねっていうのがありますね。油そばとか三大油田っていう、すごい大盛りの3つの油田、そうですね、があって、おとぼけ、南海、あと早稲弁の3つが三大油田って言われるんですけど、昔からそこに多くの早稲田生が通ってる、早稲飯はもう毎日のように食べてるっていう早稲田生もいますし、そこで早稲田の他の生徒と交流する場でもあります。確かに確かに、そうですね。今言ったお店とかだとめっちゃ安いんですよね、そうですね、安くて多いみたいな感じですね。早稲弁とか、お弁当屋さんなんですけど、唐揚げとなんかナスのお弁当でナスからっていうのが有名なんですけど、それが350円とかで、今値上げしたのかな分かんないですけど、カレー400円
500円とか、ね、はい、なんかいろいろありますよね、音ボケとかあったら、はい、まあ、いろんなお店があります。お財布に優しいですよ。そうですね、めっちゃいいとこですね。じゃあ次、新歓がすごい。新歓って何かっていうと、新入生歓迎会のことですね。入学したての頃に、まあ、いろんなサークルからの歓迎とかあるんですけど、どうでした新歓？道通ってるといろんなサークルからチラシをもう配られて、 LINE の QR コードを見せられて、うん、新歓グループ入ろうっていう感じで、そうそうそう、新歓期だけは先輩がもう気前よく何でも奢ってくれるみたいなのもありますね。あと新館で本当ビラすごくて、はい、うん、新入生が通る道があるんですけど、はい、うん、そこ通っていくと左右からビラ積まれてくるんですね。気になりますとか言ってなくても、うん、どんどん積まれていくからこうなっていって、はい、でどっかで紙袋もらってそこに詰める、そうですね、っていうのがあるあるですね、うん、であとその新館でいる先輩、うちの桜入ってとか言ってくる先輩は可愛い人が多い、実際多かったですよね。可愛い人で引き寄せるみたいなのも、うん、ありますよね。すげえって高校生上がりにしたら絶対思うんで、うん、ザ大学生みたいな可愛い人からね、うん、来るって、ね、実際その人桜あんま来てない人ってそうですよね。そうですねみたいなのがあると、はい、で新刊だけ気前よくて、だんだんそれが終わると雑になるって扱いが、先輩も厳しくなったりあります。そうですね、最初なんかうちのサークル飲まないよとか、ね、うん、バシバシ飲む、はい、ありますよね。あります。ということで、まあ、新刊がすごいっていうのが6つ目でした。じゃあラスト7つ目、カラオケで校歌歌うっていう、これありました経験？あります。友達と言っても、うん、もうまずみんなで校歌を歌うっていうのが、そうですよね、始まりですね。校歌とか、まあ、応援歌とか ね、 そうですね、歌いますよね、うんうん、早稲田祭のサークルとかだと、はい、早稲田祭のテーマソングだったりもするんですよ。 あります。あります。なんか早稲田祭のテーマソングってカラオケに入ってるんで、はい、校歌と早稲田祭のテーマソングを歌って始まるみたいな、はい、まあ、多分これ他のところではないですね。そうですね、まあ、ということで、まあ、掃除っていうとイベント、それこそ早稲田祭とか新刊っていうのがめっちゃ盛り上がってるっていうのと、可愛い人が多いというのと、その学部によってキャンパス等の差がすごいよ、汚いとこもあればめっちゃ綺麗なとこもあるよっていうのと、まあ、愛好心が強いですね。早稲田飯がそれこそ広がってたりとか、まあ、カラオケで校歌歌ったりとかテーマソング歌ったりとかするっていう感じの大学です。ということで今日は早稲田あるあるについて喋ってきました。早稲田楽しそうって思った方はチャンネル登録いいねお願いします。はい、もっと早稲田のこと知りたいよと思った人はチャンネル登録した上でコメントに返してください、僕が返します。ということでありがとうございました。ありがとうございました。